こんにちは、ナリパンです。今日はですね、栃木市にある宝寿司さんにやってまいりました。美味しいとんかつがあるということで楽しみですね。では行ってまいりましょう。場所なんですけれども、県道32号線沿い、栃木インターからだいたいね、車で5分くらいのところにあります。以前伺った美味しいラーメンの日田屋さんの向かいにあります。いろいろなね、定食メニューといいますか、特にね、とんかつが美味しいというリクエストがね、リクエストというか情報がね、たくさん寄せられたので、早速ね、入っていきたいと思います。さあ、店内はカウンター席、小上がり席になっています。あ、いや、優しいですよ、かね、はい、すいません、なんかもう変な格好で和柄が好きなだけで、お通しですかね。さあ、お通しですね。ソーセージと大根の煮物ですね、はい、さあ、メニューなんですけれども、握りがありますね。特上とかとろ握りとか、とろ握り、貝類が自家巻物がありますね。ウィンウィン、こっちは定食ですかね。ロース300g、うん、とんかつ、角煮、もつ煮、角煮か、焼き魚で、うな重で、本物の豚丼とかカツ丼、イクラ丼、アジフライ、限定で牡蠣類だね。で、鍋類があるということですけれども、悩む。でもやっぱとんかつ、とんかつですかね。ロース 300g、 はい、トンテキ的な感じじゃない、多分。ああ、そういうことは、トンテキじゃない。じゃあ、トンテキととんかつにする。ああ、どうしようかな。後ろにもエビフライ、クジラベーコン、ドリンク類がいろいろありますね、うん。このロースっていうのはあれですか、トンテキみたいな感じですか。ロースカツ。あ、ロースカツ、あ、カツなんですね。あ、一番カツだけど厚さが違う。ロースの大盛りライスと、はい、アジフライの大盛りライスで。定食ね。はい。ロースカツとアジフライ。はい、お願いします。でも値段安くても、いつも安いと思うよ。安いですよ、1500円でね。安い、全然安い、そうですね。まあ、ちょっとご飯つけるとね。あ、まあ、ええ、まあ、その次の、あ、食べたおー、すごい、すごい、すごい、まあ、分厚い、へー、すごい、めっちゃうまそう、それ。この時点でドキドキ。といったわけで、ナリパン君はロースカツ 300g 1500円、ご飯味噌汁プラス200円に大盛りプラス100円、私はアジフライ800円、ご飯味噌汁プラス200円、大盛りプラス100円を注文しました。卓上には醤油が置いてあります。店のご夫婦がね、すごく面白くていい方ですよね。アットホームなんですね。そう、アットホームですよね、すごく。まずはお通しから。お通し食べますか。はい、いただきます。いただきます。大根とソーセージ。大根とソーセージの煮物だね。珍しいですね、組み合わせが。美味しそう。染み込んでそうだね。しみしみですね。うん。スカージャーいただきます。しみしみ。いや、なんかもう、これで満足しちゃうかな。ここにご飯があったらもう最高だね。うん、最高ですね。ソーセージだ。太いよ、これ。なんかね、太いですね。スコットノートンの腕ぐらい。わかんないな。うん、フランクフルトみたいな。うん、染みてるね。染みてますね。柔らか。あ、うん、やばい、一瞬で食べちゃう、これ。ご飯食いたくなっちゃう。あ、うん、はい、すいません。うまそう。でもマヨネーズもついてる。そう、マヨネーズもついて、からしもついてるんです。うん、贅沢。すごい。といったわけで、行ってまいりました。はい。このね、ロース、すごい肉厚い肉。ああ。すごい。そして、アジフライ。お、すごい、立派よ。両方ともね、からしとマヨネーズがついてきます。そして、ご飯も大盛りですね。味噌汁先輩がついてきます。いやー、俺の大好きなわかめ。わかめの味噌汁はやばい。早速食べていきたいと思います。すごいですね。肉厚で、うん、食べたてうまそう。そしてソースがついてきます。食べていいんすか。
どうぞどうぞ。いいんですか、食べちゃって。こんな美味しそうなもの。ちょっと悩んじゃった、どう食べるか。マヨネーズとからしもあるんで。それもありだね。うん、どう食べるか。最初はソースか。ソースからいきますか。いや、これはずるいよ、反則だよ。すっげえ重そう。もうずっしりします。重みが、重量感がありますね。うん。柔らかいね、見てわかる、すごい柔らかい。うまい、うまなりです。うまなり、なりうま、なりうまです。いや、サクサクで、もう身がずっしりしますね、うん、サクサクで甘い、甘い、甘い、油がびっくりした、甘いっす。そう、豚がなんかすごく甘いですね。うわぁ、もうスイーツ状態だね。そこまでいかないですからね。それは、まあ、豚の旨味と甘みがすごくマッチありますね、うん、すごく美味しいです、うん、黒柳さんだね、黒柳さんっつって、肉厚でとても柔らかで脂の旨味と甘みがしっかりした味です。まさにケニーオメガのような甘さとうまさです。さあ続いて反則のマヨだね。マヨネーズ、デブの元デブの元マヨネーズですね。うわうわうまそう。うわいいんですか、こんな美味しいですか、マヨネーズなんてつけちゃって。わんぱくいただきます。うん、超うまそう。犯罪級ですこのうまさは犯罪級です。うん、美味しい。マヨネーズって美味しいですよね本当にね、うん、マッチしてますよ、とんかつとマヨネーズ、美味しいです。犯罪だね、もう懲役1500円だね。1500円、安い安い。でも端っこなのにさ、簡単に噛み切れるよね。あ、そうなんですよ、ね、すごく端っこなのにもう全部柔らかくて美味しいですね。アジフライ行ってみたいと思います。生の、ああそうです、生の味ですね。うわー美味しい。リアル中身はおーすごいサクサク、中はこういった感じになってます。うん、こういった感じになってます。まずはそのまま、うん、すごいすごい、風味がすごい、うん、新鮮さがめちゃくちゃ伝わる。生と加熱の中間ぐらいの風味も良くて、生っていう味わいも味わえるから、醤油との相性もすごくいいと思うし、うん、もうソースでも両方生きてしまう味わいなので、次はねソースでいきたいと思います。もう OK、 サクサク、さらに風味を引き立ててご飯が進む。続いて醤油、醤油マヨ、マヨかな。醤油うまそうっすね。やばい。醤油マヨが一番美味しいかも衣もサクサクで、とにかく風味がよく生に近い味わいなので、醤油がとても合います。マヨ醤油はもうロードウォーリアーズのように最強です。そして味噌汁先輩ですが、チワスチワス、味噌汁先輩の具材ですが、豆腐とわかめと油揚げの味噌汁です。あーすごい、なんかすごい、なんか濃さがちょうどいいですね。あーいい濃さだね、うん、いつの間にかなりぱん君の向こうへ放達。うん、美味しいですね。魚の風味と醤油の風味が絶妙にマッチしますね。ご飯がね足りないんで。これ肉厚。こっそり放達しちゃいました。うん、あのね、確かに脂が甘いっていうのが分かる。うん、くどくないね。そうそうそう。だあんまりもたれなさそう、うんうん。これはウニアです。お肉もお魚も美味しいわね。そういえば宝実践の駐車場なんですけれども、お店の目の前と横に専用駐
駐車場があります。揚げ物に迷わ反則目、迷わず行けよ、行けば肥満さ、もうなってるさ、バカ野郎。ご飯が進んで、完食です。そして、おかわりですね。ということでナリパン君、おかわりです。ご飯か食べ応えのあるとんかつに新鮮なアジフライで大満足でした、そしてなぜかがっつり強奪されました。うまい、めっちゃうまい。こんな合うんですね、めっちゃうまいよね、醤油マヨマヨって、うん、いや美味しい。なんかもう、ね、海を感じます、完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで宝寿司さん、いかがだったでしょうか。とんかつ美味しかったです。アジフライもねすごく美味しかったです。ぜひ皆さんも立ち寄ってはいかがでしょうか。というわけでですね、他にも栃木県内の飲食店を回っております。ぜひご視聴、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。バイバーイ。ほみゃほみゃ、食べ歩き、おみゃがしら、へい。